行くよよ面白いよ三国志むちゃくちゃ面白いから、うん、もう全く知りませんっていう三国志みたいな分かんないっていうねゼロの人のためにお届けするでもゼロの人がこの動画見たらグンと追い抜くと思うだいぶ追い抜けるそれぐらい分かるどうも中田敦彦ですさあ今日も早速参りましょうエクストリーム世界史三国志編 <laughs> 劉ュビありがとうございますさあやってまいりました三国志ついに来ましたよ これまあリクエストむちゃくちゃ多かったわけですし、正直ですね、あのー、まあ日本でいう戦国時代ぐらい人気がある。まあ歴史といえば三国志ね。これはまあとにかく熱い話なわけなんですけども、これをね、やるにあたって、まあまあ何が大変って登場人物むちゃくちゃ多いんですよ。 むちゃくちゃ多いし戦の数むちゃくちゃあるんですよだから厳密にやろうとするともう本当にお腹いっぱいになって多分ね吐いて死ぬっていう感じの状態なのねだから三国志って今知らない人詳しくない人って今から一から勉強しようっていう気力湧かないよねなかなかねハードだろうなって思うと思うんですよだけど今回エクストリームでやる意味がね私ここにこそあると思いましただから私 もうそぎ落本当にここだけ覚えてっていうスーパースターのみを結集させまあ、話の大枠だけ分かってケツまで分かるようにしますからもう、途中までじゃないもう、全部ね全部分かるようにした上であ面白いなと思った方がもっといっぱいいろんな面白い人いるよって調べていただいたりもっといろんな戦いあるよって調べてくださいもう本当に骨組みのところだけやらせていただきます。 最後まままで、で頭からケツまでやらやせていただきますしかしそれでも面白いのが三国志なんですよすよまああのざっくり言うと何が三国なんですかっていうところからねい、えー、きますと「義、食」「五」という3つの国にね、まあ、中国、まあ、丸く「プって書きましたけどここに日本があるとしたら、ね、プクッっと丸があったらこういう風にね3つの国に大きく分かれてでも中国ってよく国分かれてるイメージあるじゃないですか。 で、でなん3つの国に分かれてるのがそんな三国三国、国っていうの3つの国に分かれて3つのっていうか3人の皇帝が生まれた時期これは、中国史上初なんですよそれまで1人の皇帝が天下を取るっていうところから3人皇帝だ俺も皇帝だ俺も皇帝だって。 なった時期があるっていう、非常に特殊で非常に群雄割拠だったという時期なわけですよねやっぱりこういう乱世っていうのはドラマチックなわけですよすごくね、そのワントップで平和な時代っていうのは特に何も起きません、ね、江戸時代とかもそうですよねだけど、その前の戦国時代になるといろんな武将が出てくるからいろんな戦いがあって、いろんなドラマがあってファンが多いとそれの中国版ですすごいです、これは、ね まあこれあのいかもしれないですけど、あの王朝のね順番これ私の動画で歌で覚えるやつあのやったのでぜひそれですぐ覚えれるのでもう覚えてそれ見てから帰ってきてくださいこの動画でねこれ俺のその中国の動画見てから一回帰ってきてくださいね。殷周 <laughs> 春秋戦,戦国秦全漢秦後漢三国秦南北朝隋と五大宋元明清中華民国中華人民共和国へいというね。 もう、すぐでしょ簡単でしょ僕覚えてるんですよ。全然あの中国の王朝マニアじゃないのに。もう覚えちゃってるんですよ。僕の動画で僕自身が。ね。中田と YouTube 大学の校歌ですよ。ね。でもこのもっと細かく見るともっと細かい王朝に分けられるんだけど簡単に言うとそんな感じ。ってなった時にこの漢の時代ってね漢字だって漢だからね。もう中国といえば漢。漢民族。ね。その漢っていうのはすごい栄えてたんですよ。全漢と。 五漢。で、秦って一回なんかバタつくんだけど、まあ、前後にわたってもう復興して漢って時代がすごい続いてたわけねそんな中それが崩れてものすごい乱れたのが三国の時代でそれが終わって秦の時代が来るとこのタイミングなので三国史ってのはこの五漢の終わりから秦の始まりまでを言うわけですねスケール的に言うとじゃ日本はいつ頃かっていうと の頃でですすこれなんですよ皆さんにまず分かっておいてほしいのが日本はまだ卑弥呼がいたからね <laughs> 何をしてたか分かりませんけど卑弥呼の時にここではものすごい高度な戦争が行われてたってことですよ。それぐらい文明文化の進みに開きがある頃ねもう中国はもうここまで進んでる漢字生まれて武将がもう,うわーなってる時に日本は卑弥呼ですから。 儀師和人伝って出てくるでしょ卑弥呼の儀師和人伝って。あの頃の儀師和の儀だからこれ。この儀なんですよ。だからこの儀という歴史の中に、その頃、一方その頃ね、日本の方には、日本っていうまだ名前がなくて、和の方に、その卑弥呼という女王がいたよっていうことがちょろっと書いてあるっていう、そういう時代ですね。はい。で、この三国志、非常にね、ちょっとまあ、ポイントなのが、 正史と縁起っていうのがあるんですよ。これ正史っていうのは正式な歴史書。これは儀の後の秦の時代に陳寿という人が書いたわけね。これはどっちかっていうとだからこう、俺ね、秦という国は儀の流れでできた国なので、儀を政党になんとなく持ってきて、儀を主人公に持っていってるんだが、陳寿という人自体が蜀の出身だから、ちょっと蜀美意気も入ってる。 っていう感じだけど生史って歴史書だから正直あんま面白くはないんだってちょっと盛り上がりに欠けて読みづらいというか庶民は読まないっていう感じのものだったのが後にむちゃくちゃゃくく面白く物語調に書き換えられたのが、演技なんですよこれどれぐらい後かっていうとこれ清の時代にね歴史書書書いたから三国のなったわ分かるじゃん。 はい、歴史書を書くんだね、ってそれが物語になったのが明の時代だからね南北朝隋斗五代宋元、明だからだいぶ離れてから物語になったんですよなんでこの時代だったかここポイントなんですよ明の時代ってどういう時代かっていうと元ってモンゴルの国だから異民族の国なんですよ で、漢民族がやられてモンゴルのあのチンギス・ハンにさもう全部奪われてさもうこ,ここからここまで全部元みたいなもうアジア一体を元にされたあの後に韓民族がが復興してるのがなんですよだから漢民族万歳漢民族のナショナリズムこれを物語にしたかった。で選ばれたのが三国志だったんです。 三国志も漢民族の崩壊がまずあって、その中でね、この諸っていうもののね、主人公、劉備。これは漢民族の末裔とされているやつなんですよ。劉備は。貧しいんだけど、元をたどれば漢を作った偉い人の末裔なんだよ。っていう役柄。その人が漢王朝をもう一度、 復興しようこの正義のもとに戦うっていう話。だから、こっちを主人公にしたら、この明で大人気になるぞということで、盛り上がったわけなんですよ。だから、この三国史演技は、どちらかというと、漢民族のナショナリズムを訴えかけて、諸国の正当性のもとに、劉備を主人公として書いてある。わけなんですね。そんな中、真で、明から真の時代になった。 真の時代もこれ漢民族ではないんですよ。なので漢民族のナショナリズムというよりはこれはね人気が得た後なのでどういうふうに若干書き換えられたかというと漢民族万歳要素を少し下げて仁義の物語になったわけ。こんだけ乱世の時代劉備という男その男の元にいた関羽という義に厚い部下がいたのです。 カンウっていうのはね、このストーリーの中で、劉備のまの、あ、片腕なわけですよ。もう本当とスケさん、カクさんみたいな感じ。ね。カンさん、チョウさんみたいな感じでいて、そのカンウってのは何があってもこの劉備を裏切らないっていうね。すごい仁義に厚いっていキャラクターなの。で、このキャラクターをつぶ立てることで、この物語を儒教と仁義の教科書にしたわけ。なので、 三国志って曹操劉備孫権という義職語のトップが基本は主人公なんだが一番人気が高いのが関羽なんです。だから中国全土に関羽の銅像が立ってるんですよ。なぜ主人公でもない漢の銅像がと。そして関羽は商売の神様とかこう武の神様みたいな感じになって崇められてると。 言うのは生死演起がそういう経過を経て形を少しずつ変えてきたからっていうことじゃあ「三国志」って言ってきた時どこなのどれなの生死ですかいや違うんです「演起なんです」って「三国志」といえば演起なんですってなのでそれを中心にお話ししたいと思いますこれは日本にもですね生死とかは結構古い,古い時代から入ってきてたらしいんだけど日本でもやっぱ大人気になったのはこの演起 らしいですねさあこんな中ちょっと参考文献をね今回紹介したんですけどもその生死と演技の違いをですね結構詳しく解説しているのがこの漫画で分かる「三国志」ですね。こちらはですね漫画はちょこっとで結構文章が多いです。で生死と演技がどう違うかっていうのの結構ねこの武将を倒したのはこいつだったはずなのに演技になった時にこの劉備をかっこよくするためにこいつにしたりとか。 なんか、ちょっとそれが変わってたりするのが解説されてて面白いです、はい、でも演技がすごく大事にされてるのはかなり史実に基づいているからなわけですよねさあそんな中それ以外の本でね、えー、ちょっと面白いのがその演技にフォーカスして詳しく解説してるのがこれですね眠れなくなくるほど面白い三国志、はい、このシリーズね「古事記」でもねあのこの本買ったんですこのシリーズの本買ったんですこれもね面白いですただちょっと詳しいんで 文章多めなんで、えー、これはね詳しく見る時ですね。でもう本当ざっくり知りたい時これ面白いですよ「優しい三国志」これはなんとですねかなりトリッキーな本でこの「三国志」全体をですねハイススクールストーリールトリにしてるんですよ <laughs> このね中国というですねこのものを一つの高校に見立ててですね、えー、生徒会とか運動部とか、えー、そういうのの争いにですね書き換えてるんです。 これで何が学べるんだって思うかもしれないですけどこれが実は一番分かりやすいすごいざっくりしてるからあっなるほどそういう対立構造なのねっていうのが少年漫画風に読めるので面白いそんな感じでございますさあやってきましたよ <laughs> さあそんな中ですね人物非常に多いのでもう僕はね9人に絞りましたよ三国志9人に絞るってね正気の沙汰じゃないんですよギュッとしてるようなもんですからね <laughs> だから、あのー もうだから坂道グループを2人にしましたみたいなそんな感じですからそんなにみたいなれ絞りすぎじゃないっていう種類絞ってるんででもかなりね、えー、要点得てると思いますさあその劉備のただねこれ劉備は主人公ですから主人公のグループということで特別にこの3人もプラスアルファさせていただきましたこれ外せないんですよ この劉備のチームはもう本当にねあの外せない関羽張飛孔明というもうスーパースターたちなんでここはもうえまあ並び称して書いていいんじゃないかなといやでもねこれ三国志ファンからすると「おいちょっと待てよ」と「こいつらしかほぼ出てこないのかよ」とね <laughs> いや曹操の部下が好きなんだけどとか孫権の部下が好きなんだけどっていう人ほんのちょっとだけ名前出てきますけども,もうそういう人たちのための動画ではない。 三国志マニアのための動画じゃないんだよ。エクストリーム事業とそういうこと。マニアのためじゃないから。俺マニアのためじゃないんー。もう全く知りませんっていう三国志みたいな。わかんないっていうね。ゼロの人のためにお届けする。でもゼロの人がこの動画見たらグンと追い抜くと思う。だいぶ追い抜ける。それぐらいわかる。そういう動画だと思って見ていただきたい。行くよ。面白いよ。三国志、むちゃくちゃ面白いから。もうね、始まりから面白いんだよ。 このカンっていう国がめちゃめちゃでかいわけそれが腐敗してんだよねだってさカンっていう国はどういうふうにできたかのキングダムを作ったあの始皇帝が潰れてできたのが漢だよでかい国だよ真の始皇帝ってのはものすごい多いいろんなもの,の基礎を作ったよねすごい強くてすごい頭が良かったんだだけど急激に仕組みを変えたがために 反乱が起きたわけですよねでもそれを打ち破って勝ったのが酵祖劉邦という男でカリスマ性があるんだよね劉邦とね光羽と劉邦、強い光羽と人徳の劉邦ってうのはいたんだけど結局人徳が勝ったんだって劉邦が作った缶それは長く栄えたしかしその長きにわたりじわじわと腐り始めていたその腐り方は尋常じゃない腐り方だった この腐敗のところから始まるのがいいのよ大帝国、間の腐敗時の、時の帝は霊帝っていう人なの。でも霊帝はね、もう完全にスポイルされちゃってるの。なんでかね。外籍がはびこってた。一つには。外籍っていうと、親戚だよね。天皇、天皇じゃない。だから帝、皇帝の妻を、だから嫁をさ、与えたら、嫁の親とか、嫁の兄とかは偉くなるわけじゃん。皇帝の義理の親に。 皇帝の義理の兄とか義兄弟になるからね。強くなるわけ。だから皇帝に嫁さえ当てれば、皇帝の嫁にさえ家族が選ばれば、そいつは強くなる。これで強くなった人、日本でもいっぱいいるよね。それが藤原の道長でしょそれをやり続けたのが光源氏でしょそうなのよ。繋がってんのよ、世界は。光源氏みたいな感じが <laughs>、腐敗の元なわけですよ。 もう、あんな娘をや、だってさ娘をさ皇帝に当てたら権力増しますなんてさよくよく考えたらおかしな話じゃないでもそういうバトルになってっちゃうんだってで外籍がはびこるねだから外籍っていうのはすごい強い余命を与えたねプラス勘案が来たんだよ勘案っていうのは いまましししたたよねね始皇帝の時とかでも話しました、ね、恐ろしい中国の仕組みそれはもう皇帝はハーレムを作るからそのハーレムの周りのお世話をする男の人っていうのは必要なんだけど手出されたら嫌でしょ、ね、美女ばっかり集めてるそこに優秀なね宦官っていうのを入れてあ優秀な部下を入れてその優秀な部下とくっついちゃったらもう地獄でしょだからあらかじめ手出せないようにしてある人材ってやつ。 男性のその大事なもの極部一物をですね切除したという人たちなんですよ。もうないんです。ないことでこの宮中の中枢におお置いてもらえるという観願かわいそうにねーってみんな思うわけじゃんかわいそうに何それと <laughs> それを失ってでもそんな行きたい場所行きたいんですよ豊かですしねっ宮中でも優秀ですからね だからもう命がけもう何回かに一回のみ生き残れるというかもうハーフハーフだよねもう死ぬか生きるかああなくなってギリ生きてましたわーっていうやつがねっしろして頭が良ければ入れますよとただね切り落としてるわけでしょ余計な欲望ね性欲の方はなくなってるわけですよその代わり権力欲がギンギンになっちゃってるんですよ絶対に偉くなりたい、絶対に 絶対に勝ち上がりたいっていうとんでもないモンスターが生まれてるねその中でも観覧の中でも常に帝のそばにいるっていうトップ10十丈寺っていうのがもう全てをコントロールし始めたこの外籍と観覧の戦いもすごい強いんですよ外籍っていうのはね幼少の頃幼少の頃は 義理のお父さんお母さんって言って甘えるから権利が強いんです。ところが大人になってくると、あれ自家がめ芽生え始めるでしょ義理の親父とか義理の兄貴に口出されたくねえって思い出すんですよ。帝も。そしたら側近の勘官使って義理の親父邪魔だからさ、ちょっと消してくれないかってなるわけ。だから大人になってくると勘官が強くなる。 幼,少幼帝の頃は外籍が強いっていうのが入れ替わり入れ替わり殺し合う外籍と宦官,官が殺し合いながらとにかく帝を甘やかすっていうね「帝」っつってね「甘いものと美女はあちらに用意してます」みたいなねあ「あっそうなのか?」みたいな「それなら陳は行くぞ」みたいな感じでもう祭りごとかはこっちでありますからとか言ってそれで「どうぞどうぞ」とか言って「そうなのか?」って霊帝はもう完全にスポイルされちゃってたんですよ。 チームはもう本当にかく甘いものと女の子が大好きしちゃうとか言ってねですよね」とか言ってねでするんです、ね、そういうことをやってるからもう国のねもう,もう民たちはもう貧しくボロボロなんですとにかく税金が厳しいんです9割方よこせみたいなでそれでもう賄賂賂賄賂賄賂,賄賂でもうとにかく絞り取られるからもう、民たちが飢えちゃって飢えちゃってしょうがないどうしてこんなことになってんだよ おかんボロボロだぞ、あのー、となってるわけそんな中その、ね、ボロボロの民たちの願いをかき集めて大人気になっていく宗教団体があるっていう話なんですよ。スタートはその宗教団体の拡大から話が始まるんです、ね、もうこの世は終わりですよみたいなもうボロボロですもう金ありませんってなってる中ですね。ボンね 聴覚とという男ははでですすねね太太平平ののしてて現れれ、るんっ何かこ儒教と道教っていう話をね僕授業でもやったと思うんですけどぜ、ね、是非動画見てほしいんですけど儒教っていうのは諸子百科の中でね、あね孔子さんが作ったあの道徳とか仁義とかそういう話だからむしろ三国志って基本的に儒教の話なんですよ儒教的感覚。 それの中で道教っていうのはそれと違う老子とか創始だから孔子に対して老子創始の自然派なんですよね。ねっそんなに国とか治めなくていい何もすんな何もすんなねっいい偉くならなくていい何もすんな自然に委ねようねっこの自然に委ねようっていうネイチャー派のですね宗教これが言ったら何だろう何にもしないっていう流派と。 ネイチャーが大事っていう言派に変わってってこのネイチャー大事からネイチャーを操るるに進化すすんですよこの太平洋ってのは自然すごい大事にしすぎた結果ですねこう1,000人にある日山で出会ってですねお前にこの経典を授けようって読んでですねファーッなって自然天候を操れるようになったという教祖なんですよ。だから自然派派ナチュラル派 自然大事、風感じようとかって、今でもヨガとかね、海でヨガとかね、その分かんない、そのなんかサーフボードの上でヨガみたいなね、あれから、あれ動かせるんですけどっていう人が現れて、マジですかって、それもスーパーヨガ始めますとか言って、それでどんどんこう人集めるような、そういう感じのネイチャー系のですね、競争でしてね、どんどん信者集めるんですよ。すごいんですよ。ね。天候を操れるし、病気を治せるって言うんですよ。ね。ね。この、 不遂っ,てってですねお札を書いてですねそれをお水に入れてですねそのお水を飲ませると立ちどころに病気が治っていくそして未来を予測し天候を操り自然災害をなくすというとんでもないことを言ってですねうわーっつってもうだからもう国民たちもボロボロになってるからもう重税にあいでるしもう病でも治せないからもう頼るんですよ <laughs> 教祖様ーっつってそれがものすごい数増えていくんですねザッザッつって。 教教祖様教祖様そしてもう祭り上げられて祭り上げられてとんでもない教その信者数になった時にこの「漢王朝を潰しましょうよ!」という乱に発展するんですねこれが拘金の乱ねそれが何で拘金かというとそのトレードマークにですね黄色いですねこうバンダナを巻いてるんですねバンダナっていう場は頭巾みたいなね <laughs>、えー、黄色い頭巾を巻いてですねおいや「チームカラーイエローなんですよ行ったんじゃー!ね」。 俺たちが、あの王朝ぶっ飛ばすこの教祖様いたら最強じゃーっつってわーなるわけですよこの「拘金の乱」のキャッチコピーがですね「蒼天既に死す」というやつなんですよ蒼天青い天は既に死んでいる青っていうのがですねこの漢王朝のイメージカラーなんですよブルースカイイズデッド、ね、もう死んだぜと終わってんでー 漢王朝終わってんで、俺たちの時代るんで、後天まさに立つでしてイエローの時代来るよっつって。さあ来い。つって。うわあ反乱。これがとんでもない行為だった。最初はナメさん。農民がなんか宗教でなんか反乱してるらしいなって。捨ておけいとか言ってたんですけど、それがですね、もう中にはですね、やっぱ頭いいやつとか、もともとその才能あるやつがいっぱいいるわけですよ。それで宗教の団体ですから、ものすごい信じ込んでですね、もう自分が犠牲になっても,もう大丈夫というね、こう、こう、自爆テロ状態になりましてですね、こう、 天地、の3 3組の戦いで,です、ねえー、天,天というのが一番強いやつがいて3人組になるんですよ。で地、人というのがですねもう,もう相手の攻撃を受ける地がいてですねその後、向こうとにかく動きを封じる陣がいてそいつに向かって天がぶっ刺すみたいなむちゃくちゃなすごいこうあの殺人集団になっていくんですね。 すごい鍛えられてる!」って「あかんこれ公金の乱やばいかもしれませんよ!」腐敗してるから霊帝とか「あ女の子はどちらじゃ?」とかって言ってる間にですね「公金の乱起こってる!」ってなってこれはいけないということで「官軍を集めろ!」というねこの時官軍のうちの大将軍っていうのが家臣っていう男がいてそいつこそがまさに外籍なんですよ。ね 外籍、自分のですね、妹を霊帝の妻にしたことで大将軍になってるっていう、外籍大将軍なんですよ。ね。俺が天下取ったと思ったら、黄金党の乱だと思うのやろ。はあ、チクとにかく、強い奴全員に声かけろああ、官軍を集めて、あの、ぶっ殺しやるんじゃ黄金党よって、ばあって。そこで強い奴集まれ黄金党の乱を潰すために、正規軍だけじゃなくて、 その、家臣の軍団だけじゃなくていろんな強いやつの武将たち集まれって呼びかけたところで今までのねこう、いろんなところでこう,こう私服してた強いやつらが「チャンスだ名を挙げるチャンスだ」って言って集まってくるんですよ。 その中に後に覇権を争う曹操や劉備そして孫権の親父の孫権名前が違う字,字が違うだけなんですけどねこの孫権孫権問題はもう無視しますはい、がだからオールスター集合するんですよ後のそれはのの乱制圧のために集まったんですねただねこの中でもねもう序列が全然違うわけ。 キャラクター紹介します、ね、そんな中でも家臣というのがね,ねこの中にはいないね外籍大将軍家臣ってのがいましたでその中でリーダー格だったのは炎章という男なんですよこいつはもうねスーパーエリートなんですよ市政参考どういう意味かというと参考っていうのは国のですね3トップの役職があるんですねその3トップの役職に4代にわたって入ってるっていうエリート一家なんですよねっ4代にわたってだからもうなんかそのね総理大臣になってますみたいな でもすごい有名人だよね。スーパーエリートだよね。あおじいちゃんもおじいちゃんの、あの、お,おじさんも総理大臣やってますみたいな。いるでしょそういうスーパーエリートなんですよ。スーパーエリートですね。そいつがリーダーになってる。ね。曹操っていう男は、勘願。勘願の中では、どちらかというと、良い勘願。ちゃんとしてる方の勘願。腐敗してない勘願の養子になった男の子供。 だかから、ら子子供産めないから養子取るんですよだけど宦官はエリートだから比較的エリートそうそうねで劉備っていう男は自分は劉鳳とかすごいその王家の末裔だと言ってるだけで貧しいんですよ、ね、わらじ売ってたんです地方でわらじ売って貧乏なんですわらじ売ってただけどめちゃくちゃ人望が厚くてその町でね どんどん味方とか悪たちをあの束ねていくんですね。あの商売やうまくいってないとこ行ったらおいとか言って、あ,んあおじゃあ俺を売ってやろうかとかってばあとか言,っとか言っあやってらっしゃいやってらっしゃいとか言って、おですごい儲けておじいちゃんまたなとかってなんか困ったことあったら俺のとこ来いよとか言ってですね、どん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 ,どんですね悪たちとかねそのそこら辺のアウトローとか仲間にしててリュウビさんリュウビさんみたいなそういう奴らがどんどん集まっていったっていうリュウビこれも。 ちょっと、一応チャンスだ行ってみるかなみたいなそういう感じなわけですよねおい大集合だって言ってるからねその時にですねあの出会ったのがカ羽ウとチョヒなんですよカ羽ウとかチョヒもアウトローンの中で強いやつらだったんですねところがこの劉備っていう人徳のやつに会ってあいつについてったらいいかもしれないっつってそれでですね有名な桃園の誓いってあるんですね「俺たちは!」っつってね生まれた日は違うけど死ぬ日は一緒だぜイエーイつってー飲め飲めみたいなでよっしゃよっしゃこれが、まあ、スタートなんですね 黄金党をしして、ななんかかチャンス得れれるかもしない俺たちは俺たちはもう一回成り上がるんだってねでこの劉備は「俺は末裔だぞ」とか言ってね「本当ですか?」とか言ったから「ウェー!」とか言ってやるっていうのがありましてで集まってきたんですねでこの黄金刀っていうのはですねこの官軍のねあの大、大いなる働きによってですね潰せるんですよねっかなり苦戦するんですがその中でもいろいろ活躍する武将たちが現れて途中この聴覚がですね病で死ぬんですね バーンって病で死んでからこの武将たちの時代が始まるわけです黄金塔はいなくなったしかし問題の根っこは解決してませんよねあの家臣のバカが調子に乗らないうちに殺しておきましょうはい妹はブッシュッ <laughs> 黄金がいなくなっても十常児がいなくならなければこの国の鎖を治らんこの炎症が十常児ぶっ殺す